皆様、お疲れ様です。琴ノ葉茜です。琴ノ葉葵です。よろしくお願いします。さて、今回は柏鉄道開発録の番外編です。前回に引き続き、南海電鉄で紹介してない路線を紹介します。最初は吉名線です。吉名線は、本線各の二条線から分岐して、吉名エリアに入る路線。運用は3種類あって、カナリア空港から吉名まで走るラピート B、旗持ちから二条線を走ってきて、吉名湖から吉名線に入る確定、吉名線内折り返しの確定があります。今回の吉名線は、簡単に図にするとこんな感じやで。吉名の市街地を巡れるほか、吉名と吉名湖の間は最短ルートなんだね。その通り、吉名線は、素直に、吉名エリアの中を巡るための路線という位置づけです。さて、支線一駅目は、吉名駅。柏鉄道との接続駅であり、ラピートも乗り入れするので、三面三線の規模の駅としています。カナリア方面に用があるときに、ラピートが使えるのは便利だね。また、吉名湖までは、こちらの方が早く着くので、吉名湖に直接用がある人は、吉名線が便利。綺麗に住み分けできつつ、かなり便利になってるで。続いて、大学病院駅。説明がいらないくらい素直な駅。2面2線の交換駅になっていて、必ず列車が交換されます。次の小竹里は防線駅で、近年、地味に住宅が増えてきてる場所。もし、増発が必要になったら、改築は必須ね。吉名線のラストは東御公園。市街地の端っこの丘の上にある公園にアクセスできます。始発駅の2面2線と、留置線があるね。単線の終点駅ということで、雰囲気を出すために留置線を置いたけど、まあ、使うタイミングはないわね。ラピートをここまで乗り入れさせる案もあったけど、さすがに需要がないって諦めたんだよね。というわけで、吉名線はこんな感じ。吉名と二条の間は、柏鉄道との競合になるけど、あくまで、地域密着型の支線という、吉名線の紹介でした。はい。次に紹介するのは、西山線です。西山線は、ここ、旗のふもとから分岐する支線で、新設した4番線から発着します。直通できる配線になってそうな感じ。直通できる配線ではあるけど、例によって需要がそこまでないので直通の設定はしてないで。残念。自分で言うのもあれやけど、ちょっと後付け感強いしね。路線略図はこんな感じ。二条の市街地を通りつつ山の方まで行くんだね。山とは言ってもかなり低いから、ほとんど平坦な場所を通るで、西山線は、旗のふもとから西山までの4駅。また、西山から草田山までの1駅間があって、こちらは草田山線と案内しています。建設上はどちらも西山線だけど、運行上別線として扱ってるんだよね。さらに、夏だけの臨時駅に金山プールランドがあって、これは、草田山線の一部ってことにしてるわ。では各駅を見ていきましょう。分岐して一駅目は防線駅の東ふもと。目の前のマンションが便利そう。画面奥の方には二条線の太巻駅もあるので、どちらかの選択になると思う。当然本数は二条線の方が多いで。続いて高架の交換可能駅になってるで。随分眺めがいいね。これは二条市の市街化調整区域の特徴やね。柏鉄道が通ってる石倉川西岸は高い建物を建てられない規制があるのよ。だから背の低い住宅ばっかりになってて、かなり遠くまで見渡せる。南海電鉄二条線が通っていたのは石倉川東岸だから、ビルだらけになってたのね。
続いて金山本学、金山元博。人名やないねん。由来としては金山本坑道博物館。金山の一部はかつての鉱山で、カナリア谷城が金の町だったという歴史があるのよ。その鉱山の遺物や発掘品の博物館がここやね。なるほど、集落があるのも鉱山時代の名残なのね。続いて西山線案内所の終点西山。ここは高速道路が通ったことでアウトレットができて、それから広がった町やね。いきなり歴史が浅くなった。駅は車庫併設になってて、本線側が車庫に向かってるのがちょっと面白いところ。もしかして線路や車庫の方が前からあった？正解。ここも金山の鉱山産業の一部を担っていて、昔から鉄道設備があったのを再利用してるのよ。この町にも歴史があったんだね。続いて金山プールランドです。プールと大きな公園が特徴。ここは特に歴史も何もないで、本当にないパターン来た。最後は草田山。こちらも寂しい防線駅となってます。でも周りは意外と賑わってるかな。柏鉄道の草田駅が近いからそのせいね。こっちの需要はないわ、残念。さてさて、延伸部分は説明しきったけど、もう一路線クローズアップします。他は紹介したことがある路線だよね。そうなんやけど、当時は説明が浅かったから、この際このフォーマットで紹介しておこうかと思って。そういえば金町線も前景って紹介します。駅はカナリアに近い方から南金町、千葉名田、重金です。金町とは上空から見ただけ。うん、そういうわけで説明し直します。まずカナリア駅からご存知、湖面急線の南海電鉄最大駅です。この駅の端っこ、7、8、9番線を支線の南海飯金町線が使います。奥にある車庫も金町線のもので、支線らしからぬラッシュ時増発もあるのが特徴だよね。そうね、今までの田舎の支線と違って都会の支線になってます。一駅目は南金町、二面二線の駅になってます。ジャンクションの下に駅舎があるのでちょっと見づらいかな。正直かなり都会のビル群に紛れてしまっているので存在感は薄いです。続いて千葉間だ。南金町からそれほども離れていないのに、急に工業地帯の中の駅という様相になります。それはそうと、この駅名は金町線からイメージして千葉間が出てきた感じ。そして現在の終点の重金です。一面二線と留置線の組み合わせの駅だね。重金という駅名なのに港がないのが不自然なんやけど、その分は陸上輸送で賄っています。というわけで今回はここまで。これで南海電鉄線の駅は全て紹介できたと思います。次回は南海電鉄総まとめということで、路線図や運行本数を全て紹介します。いよいよ終わり。急に寂しくなってきた。別れの季節はあるもんやな。でもまあフライングして新しい試みは進んでるし、そこまでへこむことでもないかなと。そうだった。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。